ンプを宇野昌磨選手が初めて大会で決めたのが16歳の時、そして羽生結弦選手は15歳の時だったんですが、今中学生でこの4回転ジャンプを跳ぶ選手たちがいるんです。フィギュアスケート全国中学校大会、男子の注目は4回転に挑む佐藤駿14歳です。今目指してる選手、羽生結弦選手です。佐藤は羽生結弦と同じ仙台市出身で、育ったリンクも同じなんです。憧れの羽生を追いかけて練習に励んできました。ショート1位で迎えた今日のフリー、冒頭の4回転トーループ着氷させると、その実力はここから。トリプルアクセルも鮮やかに決めます。後半に入ってもトリプルアクセルからの連続ジャンプを決め、安定した演技を見せた佐藤、初優勝を飾りました。さらに中学1年の三浦佳生、こちらは13歳で4回転を決め3位に入りました。男子ジュニアにも4回転新時代の波が来ています。どんどん進化してるんですね。育ってますね。そうなんですよ、まあ、これからが、ね、ますます楽しみですけれども、はい、そして大